とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこのクエスト行ってみようと思います。二つ出てるね。ここのシーズンチャレンジ。報酬、ハテナなんですよ。で、なんだろうね。多分武器。弓でも、防具でもなさそうなので、多分武器かな。そして、こっち。こっちが、防具だろうね、これは。間違いなく。防具だよね。この二つを今日は取ってみようと思います。まずは、アンダーホールから行きますか。まあ、問題はないでしょう。うわ、ナイトモードか。まあまあいいや。ナイトモードでもまあ大丈夫でしょう。久しぶりにね、これで行きます。おお、いた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 い。ちょっと、ダメージあるぞ。久しぶりにハープクロスボウで行きます。ね、普通のハープクロスボウだね。マルチショットと長弾がついてるハープクロスボウで行ってます。いや、矢が足らんな、これ。ちょっと矢が足りませんね。いや、大丈夫か。道中でなんとかゲットできそうですね。危ない、固まってる。危なー。ナイトモードはね、ちょっと注意しなきゃいけないんで、気をつけていきましょう。おー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 、多いな、ほんとに。敵の数よ、ほんと。多いわ。よし、OK。まあ一応、キャプテンは倒しながら、行きますね。確かアンダーホールは、意外と居やすいんだよね。おお、いたいたいた、いきなりいた。結構居やすいので、あー、嫌な奴らが結構いるな、これ。結構いますな。でも大丈夫ね。よし、矢が出てきてくれた。とにかく矢が、結構出てくれれば、全く問題ない。はず、おい。おお、ちょっとなんか、チャレンジがいっぱいクリアできた。ちょっと、どこ？なんか嫌なのがおるやろ。おお、キャプテン2体持ったんかい。やった。いきなり2つゲットです。何？クリーパーに変わる。で、こっちは弱体化を持ってるかな。あ、違う、それ最初からだ。 HP が 20% 減少するですね。わかった。まあまあ問題ありません。あ、キャプテンいるんじゃない？いた。もう、弱体化が入るからさ、攻撃力が下がる。最後、モブダメージ 110% アップ。まあまあまあ、いい感じのやつがつきましたね。いた。なんか多いな。ちょっと待て。待て。結局ね、矢がね、あんま出てないのよ。よし、OK、倒した。OK。ちょっと待て。多すぎる。ちょっと待て、取らせて。よし、OK。まだいる。どこだ？え？先の方かな？いた、やった。ジオマンサー多すぎ。ジオマンサーが多すぎて、ちょっと鬱陶しいぞ。ちょっと待て。やばい、危ねえ。どこだ？いた。まず、こいつらを倒さないと、邪魔。よし、いなくなったね。しゃあ。脅威がこれで2ですね。オッケー、あと1体、いそうね。はい。では、とりあえずクリアですね。いやー、1個残念だったな。まあいいや、報酬には、影響ありません。それでは見てみましょう。デイリー1だから最大でも254かな。どう？マントのスカル、どこがマントなんだ。マントのスカル、いや見た目はかっこいいかもしんない。どんな性能でしょうか。
ああ、ゴーストキンドラだね。ゴーストキンドラと同じ性能ですね。で、英語表記でなんて書いてあるか、ちょっとわからない。うん。あ、でもゴーストキンドラはね、ちょっと欲しい装備の一つなので、そうね、これがタワーで出てきてくれればマジで最高だな。見た目も、いいね、見た目いいぞ。すっごい見た目いい。あー、これはちょっと欲しいね。じゃあもう一箇所行ってみましょう。行きましょう。初期 HP1 の、炎の矢のみでしょ。で、毒の雲持ってるか。毒の雲が結構痛いんだけども、まあ、注意していけば問題ないでしょう。うん。槍だったらね、リーチもあって、そこそこ安全に行けるので、こういうクエストでは向いてるね。で、あと、ハーツクロスボウが、炎のやつになれば相当強いので、大丈夫です。問題ない。いた。いや、そんなダメージ取れないって、あれだ。使ってなかった。よいし。おー、取れた。ほんとあれ、ゲージをちゃんと見せてください。まったくわかんないんだよね。脅威の方は、神秘の方はね、若干こう、色がわかるんだけども、脅威はもう、あれ表示ないでしょ。危な。危ね、毒の雲プラス重力パルス。最悪の組み合わせ。よし。まあまあ、キャプテンを探しながら、進んでいきますね。まあ、楽勝でしょう。はい。まあ、ボスを倒してクリアしましょう。武器は何だろうね。武器性能がマジで気になる。大丈夫ね。ああ、ゴーレムのこう、ひっついてれば攻撃されないっていうのは、まだ修正されてないっぽいですね。OK、OK。はい、クリアでーす。まあ、神秘が一個も取れなかったんですけども、まあいいでしょう。うん、問題ない。味方回復がえぐい。全然 HP 減らん。すごいね。よっしゃー。削れ削れ。いいね。雪玉の効果もあって敵が近寄ってこれない。回復しすぎでしょ。ボス並みに硬いぞ。いやー、減らせない。よっしゃ、いけた。報酬見てみましょう。デイリー2なので最大値が255か。なんだハンマー。いやハンマーに顔が出てるけど、あんまりかっこよくはないかな。まあまあ、色味はいい。色味はいいけども。まあ、ちょっと装備してみよう。重力もしや。どっち？あ、重力のハンマーだ。いいね。重力のハンマー。おー！目が燃えてる。あ、なるほど。あ、いいよ、これ。うん、この、光の残像がこう出るのがちょっとかっこいいかな。すごい目が燃えてる。あ、いいね。このエフェクトはなかなかかっこいいと思う。はい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 。ということで今日はですね、新季節の装備ボーンヘッドハンマーとこれマントのスカルゲットしました。両方ともこれはかっこいいね。うん、マントのスカルはかっこよさプラス、性能がいい。うん、性能よろしいね。今ね、ちょうど探してるやつなので、これのね、やっぱり263が欲しいのよ。263。で、タワーで多分出ると思うんだけどね。まだ一個も出したことはないんだけども、おそらく季節の装備も含まれるって書いてあるんで、出ると思うんだよね。まあ、そのうち、なんとか出したいと思います。マントのスカル。うん。そしてこれ、ボーンヘッドハンマー。欲しいね。あと、ネバネバの弓も、263が欲しい。いや、絶対強いよ。強いし、かっこいいし。はい。ということで、この2種類ゲットしました。今回の、季節のイベント、新装備結構多いですね。で、できれば、既存の
装備の形が変わるやつじゃなくて、もう完全にね、性能が違うやつが俺は欲しかったかな。うん、今後そういうのも出してほしいですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。